92億円の累積赤字を抱える政府系ファンド A5 農林漁業成長産業化支援機構について、江藤農水大臣は組織の在り方を抜本的に見直す考えを明らかにしました。農林水産省が所管する A5 は低迷する収益を改善するために今年度中110億円の投資計画を立てていました。しかし9月末時点での投資額はわずか16億円にとどまっています。年度末の110億の目標達成、これはもうほぼほぼまあ無理ということは明確でありますので、改めてですね、抜本的にこの在り方そのものについてですね、結論を出していきたいと思っています。気候をめぐっては財務省の会議でも有識者から店じまいを考えた方が良いのではないかという意見が出ていました。